ノイジータイガース負け、オールスター集合、岡田大監督の責任転嫁込め待ってます。鍛冶屋が何かを思い出してる。明日現地やけど、どうせレフトノイジー。サウナ入った直後みたいな顔してる新井さんが猛追撃してくる恐怖。ノイジーだけは擁護してる。オカマノイジーに掘られたんかい。ノイジーようやっとる。いつまで雑魚あえたん使っとるんや、ボケとんのか。なんか見慣れたスレの雰囲気になってきて安心感あるわ。やっぱこうじゃないと。鍛冶屋を休ませてくれ、ついでにノイジーも。ノイジーで勝ったら俺のおかげ、ノイジーで負けたら選手のせい、岡田最高。ノイジーは中日戦で打ってしまったのが岡田の中でいけるってまた思わせてしまったわな。これだから中途半端な延命ってクソだよな。オールスターまではまだ戦力の見極めだから、ノイジーはスタメン、その頃には B クラスですよ岡田大監督。横浜1.5ゲーム差、広島2ゲーム差、とりあえず3位まで見えてきたな。まあこれで戸郷も成仏できるやろ。一体いつになったら采配で勝つ野球とやらが見れるんですか。広島が上がってくるのは予想外やったわ。ご視聴ありがとうございました。